動物のミニドールで知られるシルバニアファミリーの一部キャラクターのプロフィールが BTS、BTS のメンバーと一致していると SNS 上で話題となっている。写真、新アイコンが話題の BTS、RM のプロフィール、BTS とシルバニアファミリーにつながりが。15日、BTS メンバーの RM、RM が自身のインスタグラムのプロフィール写真をシルバニアファミリー、 のモグラのイメージ写真に変更、ダブルコート。シルバニアファミリーは韓国でも人気で、最近坊主ヘアになった RM の外見とモグラのキャラクターが似ていると、ファンの間で話題になっていたためだ。RM のお茶目な行動で、BTS ファンの間で、シルバニアファミリーに注目が集まる中、さらにメンバーと関連する興味深い事実が発覚。ファミリーシリーズの一つである、パンダファミリー。 のキャラクターの誕生日が BTS メンバーの誕生日と完全に一致しているのだ。パンダファミリーの誕生日が BTS メンバーと一致実際に日本の公式サイトを見てみると、パンダファミリーのお父さんは9月12日生まれで、RM の誕生日と一致。さらにお母さんは3月9日生まれ、赤ちゃん、タイラーは2月18日生まれ、赤ちゃん、アンジェラは10月13日生まれで、それぞれシュガー。 シュナ、ジェイホープ、ジェイホープ、ジミン、ジミンの誕生日と一緒となっている。加えて、他の製品に登場するパンダの女の子、ロザリナは12月4日、パンダの赤ちゃん、トニーは12月30日、パンダの赤ちゃん、ロイは9月1日生まれで、ジン、ジン、ブイ、ビ、ユングクーク、ジョングクの誕生日と同じ。誕生日だけでなく、 これらのパンダのキャラクターの好きなものは作曲、ダンス、歌うこと、サックスを弾くことなど BTS メンバーにリンクしているのだ。RM のプロフィール写真をきっかけにこの事実が SNS 上で広まり、ファンからは偶然とは思えない、わら気づいた人すごすぎる。パンダファミリー揃えたくなった、わらシルバニアとこんな結びつきがあったとは。 笑など驚きの声が多数上がっているモデルプレス編集部